レイモンド・メネクは、フランス・リヨン出身のカタルーニャ系フランス人、元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。2004年、フランス代表監督に就任し、2006、ドイツ W 杯やユーロ2008、2010南アフリカ W 杯などで、フランスの指揮を取った。また、2016年から2019年まで、ブルターニュ代表の監督を務めた。 選手としてリオンなどでプレー、FC ミュールーズで選手権監督として指導者としての道を歩み始めた。かつてプレーしていたリオンで監督を務めた後、1993年にフランス代表ユースチームの監督に就任。以降10年以上にわたって同職を務め多くの選手を育成、指導した。アトランタオリンピックのフランス代表監督も務めた。しかし、 ジバンやピレス、アンリ、トレゼゲなど多くの優秀な選手を抱えながら一つのタイトルも取れずに終わった。ユース年代での功績が認められる形で、ユーロ2004後に辞任したジャック・サンティニの後を受け継ぎ、2004年にフランス代表監督に就任。ジネディーヌ・ジダンの代表引退後の新生代表をうまく導いていけるかに注目が集まった。しかしこの試みは難航し、 ドイツ W ハイ予選では一時は、グループ4位と低迷、予選敗退の危機にあった。そこで、ジガン、そして同じく代表引退を表明していた、リリアン・チューラム、クロード・マケレレの3人を代表に復帰をさせると、チームは勢いを得て、本大会出場権を獲得した。一方、選手選考の基準を聞かれて、先制術に従ったと答えたり、ロベール・ピレスやルドビク・ジュリ、 ニコラーネルから有力選手との確執も取り沙汰され、世代交代を先延ばしにしたチーム作りには疑問の声も上がった。本大会では苦戦を強いられたものの一勝に分けてんとかグループリーグを突破する。決勝トーナメントでは準々決勝で優勝候補筆頭のブラジルを倒すなど強固な守備とフランクリベリーの抜擢が功を奏し、またこの大会限りで 現役引退する時段の花道を飾るためにチームが団結したこともあって下馬評を覆し準優勝という好成績を残した。もっともこの準優勝の最大の要因は時段の求心力でありドメネクの采配自体には相変わらず厳しい評論も目立った。大会直後は決勝戦で時段を退場に追い込んだイタリアのマルコマテラッツィに対しカメラを回すアクションで 避難した。ドイツ W 背後には一部のメディアやサポーターからは、解任の声も聞かれたが、フランスサッカー協会は、契約を更新し、2010年まで引き続き指揮を取る、ことで合意。ユーロ2008予選でも、代表引退を表明していた、負けレレの招集や、怪我をしている選手を強行で起用するやり方に、チェルシーのジョゼモーリーニョ監督やアーセナルの、 アーセンベンゲル監督などから非難を浴びるなど、クラブとの関係は悪化した。苦戦しつつもユーロ2008本大会への出場を決めたものの、好調だったダビド・トレゼゲ、フィリップ・メクセスを招集せず確執を起こし、A 代表という代表予備チームを作って大量に選手を招集するなど、選考をめぐって多くの話題を振りまいた。そして本大会では、オランダに1の 4? イタリアにゼロの2で大敗し、1分2敗のグループリーグ再開という散々な成績に終わった。特にイタリア戦では、本来は左サイドバックであるエリック・アビダルを突然センターバックに起用。不慣れなアビダルは前半半ばであっさり退場処分にあってしまった。直前のシーズンで絶好調であった本職 CB のメクセスを招集しなかったこと。 怪我で出場が疑問視されていたパトリック・ビエラをメンバー入りさせ、結局一度も出場できずに登録枠を無駄にしたこと、他に呼んでいた本職 CBE を使わず、アビダルを急にコンバートしたことなど、DF の選手選考は特にやり玉に挙げられた。攻撃陣も代表経験のほとんどなかったバフェタンビゴミを召集し、校長だったトレゼゲを外したり、 リベリーが抜けたら策が何もないことを大いに露呈し、その攻撃のオプションの少なさも非難された。また、イタリア戦後のインタビューで、辞任の意思を問う、意味の、今後の予定はという質問に対し、エステル・ドニと結婚する。今日がプロポーズの日だと回答。ドメネックとエステルは、事実婚の関係にあり、すでに子供も儲けるなど公に交際は知られていた。 ものの、敗退決定直後のインタビューで恋人にプロポーズするという前代未聞の行為に、フランスでは大バッシングが起きた。またエステルは、過去に代表の取材を利用して、ピレスやジュリといった主力選手たちとも関係を持った疑惑が報じられており、ドメネクが彼らを代表から放逐する原因になったと、される。ユーロンの惨敗により辞任、もしくは解任が、 確実視されていたが、フランスサッカー協会は、契約通りに2010年まで監督を任せることを決定。この決定直後、トレゼゲがドメネクとの確執を理由に代表引退を正式表明し、ほどなく、セバスティアン・フレイも代表引退を表明した。ドメネクが解任された場合は代表を復帰するという声明も発表している。また、 ジュリア・メクセスも正式な引退こそ表明しなかったもののドメネクがいる限り代表に呼ばれることはないだろうという胸の発言を行った大方の支持を失って臨んだ南アフリカ W 杯予選では初戦で各下のオーストリアに1の3の惨敗を喫しその後勝ち点を伸ばしながらもセルビアの後陣を敗してグループ2位となりアイルランドとのプレイオフに回った プレーオフでは延長戦の末に勝利を収め、本大会出場を決めたが、その決勝点が、ティエリ・アンリのハンドによるものだったことから、出場の是非をめぐる、大騒動に発展した。本大会直前の代表合宿では、選手の親睦を深めるために自転車タイムトライアル、バギーレースといったユニークな練習を取り入れたが、そのバギーレースで、ウィリアム・ギャラスがクラッシュを起こし横転。 幸い軽傷で済んだが、あわや大事故という事態を起こした。また、加熱するマスコミの代表批判を遠ざけるため、選手たちが新聞やテレビなどのメディアを見ることを禁止、違反した選手には50ユーロの罰金を課した。大会終了後のローラン・ブラン、新監督就任内定が発表され、フランス代表監督として最後の舞台になることが確定して迎えた本大会では、 初戦でウルグアイと低調な内容でスコアレスドローに終わると第2戦ではメキシコ相手に何もできず0から2で完敗を喫するこの試合のハーフタイムにドメネクの戦術指示に不満を抱いたアネルカがドメネクに対して暴言を発し前半のみで交代したフランスサッカー連盟はこの事態を重く見てアネルカを代表から追放したがこの決定に選手は 猛反発して練習をボイコットし、チームディレクターは辞任。ニコラー・サルコジ大統領が事態の収拾を命じるほどの混乱の中、ドメネクはチームをまとめるための手段を何一つ打てず、フランス代表は完全な崩壊状態に陥った。大量点で勝たなければ敗退が決まる第3戦の南アフリカ戦では、 格下の開催国を相手にボールを完全に支配され、退場者も出して1から2で完敗。一部2敗、わずか1得点のグループリーグ再開に終わった。この試合後、南アフリカ代表のパレーラ監督との握手を拒否。かつてのフランス代表監督、エメジャケから批判を受け、パレーラからも哀れな奴とコメントされた。2010年9月に重大な過失があったとして、 フランス代表監督を解任され、9月下旬にはパリの職業安定所を訪れた姿が目撃されている。11月にフランスサッカー連盟を相手、取り退職金290万ユーロの支払いを求める訴訟を労働裁判所に起こした。2011年8月になって97万5千ユーロ支払いと引き換えに訴訟を取り下げることで合意している。2016年、 ウルターニュ代表監督に就任した。2020年12月23日、FC 南んの監督に就任した。だが就任してからの8試合で1勝もできず、2021年2月10日に解任された。ありがとうございます。